はい、単独登山ライダーのムーです。梅雨ということもあって今回は商品紹介これがですね、モンベルのアルパインクッカースクエアの13逆だわアルパインクッカーの13なんですが、以前にですね、定番であってよく使われてる ST310 のワンバーナー、CB 缶ですよね、用のワンバーナーのがこれにぴったり入りますよっていう紹介だったんですが、やはり山に持っていくとなると、あのオールインワンの方が持っていきやすいので、オールインワンでしたら、まあ定番はだいたい 250ml の OD 缶が入る筒状のものに、コンパクトなバーナーを入れていうのが、定番だったと思うんですけど、最近ではジェットボイルが、110の OD 缶で、オールインワンの形になって、今では、新しい形スタッシュっていう感じがそのミニマムな感じで今流行ってますけどね、それをイメージして、今回、ちょうどオールインワンで入るのが、なんとですね、この CB 缶が、キャップを半分にカットしたものですけど、これが通常されたとちょっと頭が当たって入らないんですけど、このキャップを今ここが押されない高さにカット、半分にカットすればこれにぴったり入る。それからですね、この、岩谷から出してるんだと思うんですが、フォアウィンズっていうかな、マイクロキャンプストーブ、これがこれも、CB 缶用の、ワンバーなんですが、まるで OD 缶のような OD 缶用のようなすごいコンパクトなサイズ、これがですねちょうどぴったり入るで閉まるって感じですね。これを組み立てると、こういうサイズですね。こんな感じで、こういうふうに乗っかる感じですね。すごい可愛らしいスタイルになります。五徳も結構広があるんで意外と安定してる感じで、これだけじゃなくてですね、 CD 缶もいければ、さっき言ったスタッシュではないですけども、110の OD 缶、これもこのアルパインクッカーは深さがあるので、なんと OD 缶の110サイズが入る。これにですね、同じプリウスの T153、 これも定番なバーナーですけども、よいしょ、これもですね、この中に、まあもちろん袋に入れてですけどね、これもぴったり入って余裕があるから、なので、OD 缶も CD 缶もこのバーナーの組み合わせで、入ってしまうというスタッキングの紹介。これも組んでみましょうかね。これも超簡単で、回して広げて、これはまあ広げた方が安定するけど、まあ広げなくても結構安定した感じですけどね、こういう感じですよね。
あのジェットボイルのスタッシュの形に似た感じがスクエア用スクエア状になった感じで、こういう感じで乗っかります。黄色と黄色で可愛らしいですね。それからこうやってすごく安定した感じになります。それでですね、このスクエアのいいところが、まあ一番言われてるのが袋面がぴったりサイズで入る、折らなくてもいいっていうサイズですね。それからですね、私がよく紹介してる、レトルトご飯、これをメスティンとか、もう一個ロゴスか、ロゴスのクッカーでしたらこの縦をカットしたら入りますという紹介だったんですけど、これに関してはこっちの長い方の縦の上下をカットすると入ります。で、ここの深さがあるんで、メスティンとかロゴスの、クッカーですとボールカットして入れて蓋をして、でおかずになる材料は蓋の上に乗せてたんですけども、これは深さがあるのでこういうレトルトのハンバーグの厚みがあるようなもの、これは蓋の上ではなかなか温めにくいですからね。これも、ご飯をカットして中に入れてこの上に乗せて同時に蒸して温めても厚みがあるので、これを2つとも入れられる感じですね。それで深みがあるのでカレーの大盛りだとどうなるかと一応買ってきてみたんですが、この底がなかったらこういう大盛りのレトルトを入れて、このこちらも大盛り 300g の重りですね、これも上下をカットして入れてもちょうどギリギリ入るか、ちょっと置くかもしれないな、ちょっと難しいので、大盛りを入れる場合はどちらかを普通サイズにすれば、普通サイズのカレーと大盛りのご飯か、大盛りのカレーで普通のご飯か、まあ普通は普通のレトルトカレーに普通のレトルトご飯を入れれば、カレーでもいけますね。なので、コンビニにあるあの惣菜コーナーのこういうパッケージでいろんな惣菜が入っているやつは全部レトルトご飯と同時に温めるっていうので、バリエーションは、コンビニにある惣菜は全ていける。つまり、ジェットボイルは、キャンプの瞬間湯沸かし器と言われてますが、こういうこのクッカーとこのパッキングで使うとアウトドアのレンチンに近いですよね。普通レンチンで使うものを全部この中に入れて蒸して調理ができるという感じの、スタッキングの紹介です。よかったらやってみてください。このすごいいいですよ、このセット。これで全部持っていけば、オールインワンでこれだけで使えます。やってみてください。